第31戦闘攻撃飛行隊は、アメリカ海軍の戦闘攻撃飛行隊。ニックネームはトムキャッターズ、ベフマイナス31と表記されることが多い。フィリックスのマーキングで知られている。1935年に創設され、4度の対面変更を経て、現在に至る、ベフマイナス14に次いで2番目に古い飛行隊である。 第31戦闘攻撃飛行隊は1935年7月1日に VF-1B シューティングスターズとして回4バイト装備で発足した。その後、1937年に隊名を VF-6 に変更し、装備機も F3 回に基地転換している。太平洋戦争開戦時には F4 回ワイルドキャット装備の飛行隊としてエンタープライズ艦上に展開していた。 1943年7月の F6 回、ヘルキャット導入時に VF-3 と題名を交換し、トムキャッターズとなった。フェリックスのマーキングはこの時から使用され始めた。この際、元 VF-3 である VF-6 もフェリックスのマーキングを使用したため、1945年10月に VF-6 が解体されるまでどちらの部隊のマーキングか論争が続いた。 1946年、第8回、ベアキャット導入時に隊名を VF-3A に変更し、1948年8月7日に再度隊名を変更し VF-31 となった。朝鮮戦争には、第9回パンサー装備で参加している。その後、1952年には、第 2H 番 C、1957年には F3H デーモン、 1966年には、海 -4 ファントム2と次々に、機種転換を行い、ベトナム戦争にも投入されている。また、VF-31 は、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争の3つの戦争で、敵機撃墜を記録した唯一の海軍飛行隊である。 VF-31 は1981年6月4日に海 -14 トムキャットへ機種転換し、同時にトップスの運用を開始した。1983年にジョン・カイ・ケネディに搭載されていった地中海クルーズでは、レバノンの国際連合レバノン暫定、中流軍支援のため、レバノン、シリアのトップス偵察を何度か行った。 同年12月3日の偵察飛行では、ベッカー高原に設置されたシリア軍の対空陣地から、対空砲及び SA-7 地対空ミサイルから攻撃を受けたが、どちらも命中せず、海 -14 は無事に帰還した。これに対する報復として、ジョンカイ・ケネディの VF-11 と、VF-31、インディペンデンスの VF-14 と、 VF-32 の護衛により、場 -85 とバ -15 がサムサイトを攻撃し、A-6 イントルーダと A-7 コルセア2、各1機を失い、墜落機の捜索に出た A-7 も対空砲で1機撃墜されている。なお、VF-31 はこの地中海クルーズ中に2機の F-14 を非戦闘中の事故で失い、乗員2名が犠牲となっている。 1985年4月から母艦をホレスタルに変更し VF-11 とコンビを組んでいる。1992年から1997年まで一時的に太平洋艦隊に配属されカール・ビンソンに搭載された。同時に機体が F-14D へ更新されロンティーンの運用を開始している。その後は 大西洋艦隊に戻り、エイブラハムリンカーンに搭載されて、サザンウォッチ作戦、イラク戦争に従事し、イラク戦争では、VF-213 と共に1163回、計6876時間にわたって、作戦行動を行い、計9500ポンドの爆弾を投下している。VF-31 は2005年9月から2006年3月に、 かけて VF-213 と共にセオドアルーズベルトに搭載された。同年3月10日まで回 -14 を運用し、同年9月23日から回 A-18E スーパーホーネットへ起死転換して BF-31 となった。ありがとうございます。